リチャード・ブルック・ガーネットはアメリカ陸軍の職業軍人であり、南北戦争の時は南軍の将軍だった。ゲティスバーグの戦いでピケットの突撃の時に戦死した。ガーネットはバージニア州エセックス軍のローズヒル荘園でウィリアム・ヘンリー・ガーネットとアンナ・マリア・ブルックの夫妻の息子として生まれた。双子の兄ウィリアムは1855年にノーフォークで死んだ。 やはり南軍の将軍になり、南北戦争で最初に戦死した将軍の可能性があると言われるロバート・セールデン・ガーネットとはいとこだった。ガーネットはロバートと同時の1841年に陸軍主官学校を同期52人中29番目、ロバートより2番下の成績で卒業した。ガーネットは第6アメリカ風評連隊の将位に任官され、 フロリダ州のいくつかの基地で勤務して、セミノール族と戦い、続いて、西部では、ララミートリデを指揮し、ユタ戦争に参加し、ナウテの単イ,インディアン戦士だった。米国戦争の時は、ニューオーリンズで参謀として使え、1847年2月16日に、中尉に昇進した。1855年5月9日に単位に昇進し、カリフォルニア州で勤務している時に、 南北戦争が勃発したことを知った。アメリカ合衆国は分裂すべきではないと強く信じていたが、バージニア州に戻って生まれ育った州とアメリカ連合国のために戦うことにした。ガーネットは1861年5月17日にアメリカ陸軍から除隊し、南軍に入隊した。バージニア州における最初の任務は5月に、方兵隊の少佐としてであり、 8月31日にはトマスコブのジョージアリージョンで中佐になった。11月14日には巡将に昇進し、南軍ポトマック軍のバレエ地区軍第一旅団を指揮した。この旅団はもともとストーンウォール・ジャクソンによって形成されたストーンウォール旅団であり、ジャクソンはセナンドー渓谷の軍隊の全体指揮をとっていた。1862年のバレエ方面作戦では、 ガーネットの軍歴が3月の第1次カーンズタウンの戦いで下降戦をたどった。ジャクソンはその軍隊を40マイル行軍させて、ナサニエル・バンクス少将の北軍の一部を遮断しようとした。3月23日、ジャクソンの騎兵隊長、ターナー・シュビー大佐が北軍ジェームズ・シールズ准将の交代する手団は、ウィンチェスター後方に4個連隊を持っているだけだという、 誤った情報をもたらした。その勢力ならば、ジャクソン軍に匹敵する大きさだったので、ジャクソンは、ガーネットとそのストーンウォール旅団に攻撃を命じた。不運なことにシールズは1個不評手段を丸々約9000名も抱えており、ジャクソン軍の場合の大きさだった。攻撃は失敗し、ガーネットはその旅団の弾薬が尽きかけ、三方から攻撃する敵軍に囲まれていると認識して、 撤退命令を出した。ジャクソンは激怒して、ガーネットを命令不服従と非難したが、これはガーネットがジャクソンからの許可をまず受けていなければ、撤退すべきではなかったことを意味していた。ジャクソンは、過度に厳格な規律を重んじるものであり、4月1日に、職務怠慢でガーネットを逮捕し、指揮官から解任した。ガーネットの軍法会議は1862年8月に開始され、 ジャクソンとその副官だけが証言を行った。しかし、ロバート・ E リー将軍が北バージニア方面作戦を開始し、9月に第2次ブルランの戦いが起こったことで、軍法会議は中断された。リーはジャクソンにガーネットの釈放を命令し、北バージニア軍、ジェームズ・ロング・ストリート中将の第1軍団で負傷したジョージ・ピケットの旅団式を任された。 ガーネットは9月のアンティータムの戦いでこの旅団を信頼に応える形で指揮し、ピケットが師団長に昇格した11月26日には、その旅団の高級的指揮官となり、さらにフレデリックスバーグの戦いを戦った。1863年5月のチャンセラーズビルの戦い動機は、サフォークでの任務に当たっていたために参戦しなかった。ストーンウォール・ジャクソンは、 チャンセラーズビルで重傷を負い、間もなく肺炎で死んだ。ジャクソンの死の時、ガーネットは、ジャクソンの遺体が安置されているリッチモンドに戻った。軍人としてジャクソンと不一致なところがあったが、ジャクソンに対して悪意はなく、棺の側で泣いている自分に気づいた。その後ロングストリート、リチャード・イーウェルトと共に棺を担いだ。ゲティスバーグ、そして戦士ピケットの突撃。 1863年7月3日、南軍北軍ゲティスバーグ方面作戦の時、ガーネットの旅団は、ジョージ・ピケットの師団に属し、後軍命令のために、チェンバーズバーグから1863年7月2日の午後遅くなってからでしか戦場に到着できず、ゲティスバーグの戦い始めの2日間は参戦、できなかった。ピケット師団は7月3日に、 林将軍から攻めたーリッチにいる北軍中央への大襲撃を率いるよう命じられた。ガーネットの旅団はピケット師団の前衛左部隊となり、ジェームズ・エル・ケンパー順将の旅団の隣だった。ガーネットはどんな形でも不評突撃を率いたいとは思わなかった。熱があり、乗馬に蹴られた時に足を怪我して歩けなかった。しかしガーネットは中断した。 軍法会議では晴らせなかったカーンズダウンから引きずった軍人としての不名誉の記録に形をつけたいと切望した。他の士官たちから抗議があったにもかかわらず、ガーネットは馬上で兵士たちを戦闘に導くことを主張し、北軍のライフル狙撃兵の格好の目標になった。セメタリーヒルの北軍防御陣に向かって進軍開始する前に、ガーネットはもう一人のピケット師団のルガン長。 ルイス・アーミステッド順庄と提案された突撃について会話を交わした。ガーネットはこれはやってみるには絶望的なことだと言い,い、これに対してアーミステッドは殺戮は恐ろしいものになるだろうという予測を付け加えたとされている。ガーネットはセメタリーリッチのアングルまで20ヤードまで迫ったが、その後二度とその姿が目撃されることはなかった。 同僚の将軍バーケットディーフライはガーネットが三段に当たり即死したと伝えた。おそらくガーネットの遺体は損傷が激しかったので後にそれと識別できなかった。その同僚たちは乗馬のレッドアイ号が無人でセミナリーリッチの南軍前線に戻ってきた時に戦死したと分かった。ガーネットは突撃に参加したアーミステッド、ケンパー及びアイザック・トリンブルと共に この3日間の戦闘で損失となった17人の南軍将軍のうちの一人となった。1872年、南軍将兵の遺骸は、ゲティスバーグからリッチモンドのハリウッド墓地に移送された。ハリウッド記念協会は1991年にガーネットの栄誉を称えて、慰霊碑を混流し、その遺骸がハリウッドのものの中にあると想定した。戦後数年して、ガーネットの剣が、 ボルティモアの質屋に出され、元南軍のジョージ・ H ・スチュワート准将によって、買われた。ガーネットは、マイケル・シャーラの小説、ザキラー・エンジェルスに基づく1993年の映画、ゲティスバーグで、アメリカ人俳優アンドリュー・プラインが演じた。2003年の続編、神と将軍でもプラインが演じたが、クレジット画面には出ず、セリフもなかった。ありがとうございます。